マルクス・ヴィンケルホックは、ドイツ出身のレーシングドライバーである。マーカス・ヴィンケルホック、マルカス・ヴィンケルホックなどとも表記されることもある。F3 フォーミュラ系日比などの下級フォーミュラを経て、1998年から2000年にかけて、フォーミュラルのユーロカップに参戦し、その後の2001年から2003年にかけて、 ドイツ F3 選手権に参戦し、数回の優勝を収め注目された。2004年からは、ドイツツーリングカー選手権に参戦し、メルセデス・ベンツ CLK をドライブし、続く2005年には、この年から始まったフォーミュラルの3.5に参戦し参照を上げた。2006年2006年には、MF1 レーシングの第3ドライバー兼テストドライバーとなり、 数レースにおいて、金曜の練習走行をドライブしたものの、この年には、決勝レース出場は叶なわなかった。2007年2007年は再度、ドイツツーリングカー選手権を戦っていたが、クリスチャン・アルバースに代わりヨーロッパグランプリに、スパイカー F1 チームから一戦のみ参戦した。ラップリーダー上記のヨーロッパグランプリでは、予選で最下位になり、一つ順位が、 上のチームメイトであるエイドリアニス・ティルにも予選のタイムで1秒以上離されるなど低迷した。しかし、決勝レースでは悪天候を予想して、フォーメーションラップ終了後にピットインをして、レインタイヤに交換を行い、ピットからスタート。その後急変した天気に他社がスピンやピットインを行う中、ポールポジションからドライタイヤでスタートしていたキミライコネンを追い抜き、 デビュー戦でトップを走行した。なお最後方、グリッドスタートでのラップリーダーは F1 史上二人目の快挙であった。その後もセーフティカーが入ったこともあり、レースが赤旗中断されるまでの6週にわたりトップの座を守り続けた。再スタート後には遥かに性能に優れるマクラーレンやスクーデリアフェラーリに抜かれたものの、15週目にマシントラブルでリタイアするまでの間。 中団グループで検討を続けた。しかし一レースのみの契約であったこともあり、次レースからは山本左近に性ドライバーの座を譲ることになった。ホッケンハイムリンク2010年シーズンまでアウディエ4を買ってドイツツーリングカー選手権に参戦。2011年からは FIAGT1 世界選手権に参戦し、2012年に世界チャンピオンとなった。 2014年には、スパ24時間レースで優勝を果たした。また2012.20142017年に、ニュル24時間も総合優勝するなど、GT ドライバーとしては、一流の実績を誇っている。ドイツフォーミュラ3選手権、フォーミュラ3ユーロシリーズフォーミュラルノー 3.5F1、FIAGT1 世界選手権、FIAGT シリーズ、 GT ワールドチャレンジヨーロッパスプリントカップ GT ワールドチャレンジヨーロッパ耐久カップインターコンチネンタル GT チャレンジスパフランコルシャン24時間レースニュルブルクリンク24時間レースバサースト12時間レース ATS やブラバムなどから F1 に出走した経歴のあるレーサーマンフレッドビンケルホックを父に持つほかオジノヨアヒムビンケルホックも AGS から F1 に出走した経歴を持つ。ありがとうございます。